テレパフォーマンスはカスタマーケア業務を中心にビジネスプロセスアウトソーシングサービスを提供する多国籍企業。コールセンターのアウトソーシングにおける世界最大の企業であるフランスパリに本拠を置き世界80カ国以上の拠点と30万人以上の従業員を有するユーロネクストパリ上場企業。1978年ダニエル・ジュリアンによりパリで 創業、1986年には、フランスのコールセンターアートソーシング業者の最大手となり、イギリスなど海外への進出を開始した。1989年に、パリ証券取引所に上場。1993年に、アメリカ合衆国に法人を開設。1996年のシンガポール法人、設立を皮切りに、アジア太平洋地域にも拠点を増設した。 2003年にアメリカのロレカを抜き、コールセンターアウトソーシングにおける世界2位となり、2007年にカンバージスを抜き、世界1位となった。その後もアメリカ市場における構成が続き、2008年12月、フロリダ州とルージアナ州に拠点を置く、アンサーグループインクを、買収、2014年7月、インドの投資ファンド SR グローバルファンドリミテッドから、 ロサンゼルスに拠点を置くイージス USA インクを買収。また2016年8月、アメリカの投資ファンドアブリーパートナーズから、カリフォルニア州に拠点を置く電話翻訳、通訳ソリューション事業者のラングウィジラインソリューションズ、LLC を買収し、北米地域は欧州を抜きテレパフォーマンスの最大市場となった。中国では2006年に法人を開設後、 20以上に拠点を増設の上10以上の言語に対応、日本人を含む5000人以上の従業員数に拡大、2016年には2位に躍進した。インドでは2001年に法人を開設後、拠点を増設し10以上の言語に対応、1万人以上の従業員数に拡大している。テレパフォーマンスのビジネスプロセスアウトソーシングは、コールセンター対応が、 約6割で最大の割合を占めるが、E メールやチャット、ソーシャルメディアでの対応、対面でのケアなど、各企業のニーズに応じたサービスが展開されており、テクニカルサポート対応や、再建回収事業なども行われている。日本では2018年10月に、テレパフォーマンスジャパン株式会社が設立され、東京、エビスにオフィスを持つ。業界大手としては、 日本初、完全在宅モデルとして、運営を開始した。社名、ネーム、テラパーフォーマンス、ジャパン株式会社、テラパーフォーマンス、ジャパン CEO、リミテッド住所、郵便番号150022東京都、渋谷区恵比寿南3-1-1グリーングラス6階、6階、グリーングラス3、3から1から1恵比寿南、渋谷区、東京、 1500022ジャパン代表取締役石田太郎太郎石田ありがとうございます